はい、どうもこんにちは、なゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は数2の入試基礎ですね。まあこのシリーズ、結構増えてきましたけれども、2つの二次方程式の整数解 xm を求めようという問題なんですけど、見た目は違うけれども同じ式です。変形すれば全く同じ式になるんですが、まあこの出題のされ方によって解き方が、まあ生徒さんの解き方がかなりは変わってしまうっていうことが、まあ、分かり、まあ、なかなか面白いなと思ったので、題材として挙げることにしました。一番の形は x の二次方程式というふうに見る人が多いですよね。そうすると、まあ、解と係数の関係っていうのが、一つ候補に上がるわけです。つまり一番の方法はもう解と係数の関係一択に絞られる感じですかね。しかもこの m が簡単に消せるので、こうやってね、アルファとベータは、どっちかが整数解って言った時に片方も m が整数だから両方とも整数ってことが言えます。つまり、この整数解って言った時には少なくとも一つの解、整数解を持つっていうことと、2回が整数ってことは同値なんですよね。 m が整数だから。で、したがって m を消してあげれば、つまりこれ α β イコール α プラス β という形になるので、まあ全部移行してしまって α マイナス1括弧 β マイナス1イコール1というまあよく知られた不定方程式の解き方のバージョンに変わるわけですよ。そしたらもうこれ解けたもん同然だっていうんで、アルファマイナス1とベータマイナス1の積の組み合わせは1ですから、1と1とマイナス1とマイナス1のこの2択しかないわけです。ということでアルファとベータは2を足してあげて、1を足してあげて22と00の2パターンということになりますよね。ということは、2と2で m の値が、4ということになりますよね。m の値は、2m が4なので m が2ということになりますよね。と0ということになります。したがって、x と m の値ということですね。これ両方ともね、揃ってるので、α と β が両方とも揃ってて重解なので、この x 重解として出てくるんですね。まあそれはあんまり関係ないかなと思いますけど、本質的ではないかなと思いますけど、結局 x と m の組はこれしかないっていうことがわかります。はい、じゃあなんかその形が変わった時に解法変わるんですか。まあ同じように変形してやればいいじゃんっていう話なんですけど、まあこの2番の形で出されると、多くの生徒は、m-1 で割るっていう手法を、取ります。m が1の時には、不成立ですよね。だって、0イコール1になって、で、不成立なので、つまり、m は1でないというふうにしてよい。そうすると、m-1 で割れるので、2x イコール m-1 分の m の2乗という形になって、で、これは、m の2乗をマイナス1プラス1という形に変形して割り算をすることができます。したがって m プラス1の、m マイナス1分の1ということで、m は整数ですから、ここも整数、ここも偶数ですから整数、整数と整数で挟まれているので、これ整数でなきゃならないわけですね。ってことは、mマイナス1分の1が整数であるということは、これは、m-1 が、プラスマイナス1になるしかなくて、その時に m の値は2か0ということが言えて、先ほどと同じ条件が出てきます。で、n が2の時には、元の式に代入すればいいだけですね。 m が2の時には、2x イコール2の2乗ということで x イコール2というのが出てくるし、m が0の時には当然ね、同じのが出てくるはずなんですけど、
0ですね。マイナス 2x イコール0なので、マイナス 2x イコール0より x イコール0というのが出てきて、最終的にこの答えが出てきます。はい、まあこれでね、そのなんか同じ式なんだけど解法が分かれてしまうっていう現象が起こるっていうことですね。だからまあその最初の式に、まあこれでいけるなっていうふうに見えたら、まあ、その方法で尽きるっていうのはまあ試験では仕方ないかなと思うんですけど、まあ多角的に見ることも必要かなという気はしますね。つまり2番の形で立ち行かなくなった時に、まあ、1番の方法で考えてみるとか、一旦整理してみてもっと上手い方法ないかなというふうに考えてみることが必要ですね。実は、解と係数の関係を使わなくて1番のこの二次方程式として見た時に、実は因数分解ができます。因数分解をして定数という形に持ち込めれば因数分解で解けるわけですよね。これをこういうふうに変形した手立て、これはなんかすごく見て明らかなので、ここからここにね行く変形が明らかなんですけども、1番の式はちょっとなんか見た目がまあ厄介なので、 x の2乗をマイナス 2mx プラス 2m という形になっているので、これをなんかあえて式変形したいというふうに思う人はあんまりいないと思うんですけど、まあ括弧の形に変えることできるんですよ。x-1 x-2m プラス1イコール -1 という形に変形して、整数×整数が定数という形に定積のパターンに持ち込むことだってできるんです。なんで、掛け算して -1 だったらプラス -1 になるので、まあ、それについて絞っていけばいいってことで、解くこともできます。だからね、いろんな方法があるわけですね。ちなみにここ前回この m の2乗のところにここに2乗がついてましたよね。この2乗がついてるとここに2乗がついてしまって、アルファベータの簡単な式で、まあ二次式ですけど簡単に因数分解ができないみたいな形になるので、別の考察が必要になります。 2m の2乗だとね、x-m の2乗足す m の2乗で、 m の2乗は0以上だから0以外に解ないなっていうのがすぐ分かりますよね。まあこんな風にしてグラフを考えててね、頂点の座標なんかを考えれば、もう明らかにその0になるところはもうその接してるところしかないので、ということで、まあ、処理ができるわけです。まあここがね、2がついてるかついてないかっていうのはその、まあグラフを考えてみれば分かるし、急激にねここの部分が増えていくので、増えていくってことは軸の頂点の y 座標が上がっていくってことです。上がるスピードが大きいってことなので、たとえここにマイナスいくつみたいな数字があったとしても、ここに2乗がついてたら、あ、それは判別式で調べられるなみたいなのが分かるというわけですね。はい、いろんな手法を、まあ、紹介しましたけれども、その方程式の形によって惑わされないようにしていく心構えを作ってください。まあ、いろんな解法を勉強するのは、まあ、数学の、ね、実力、真の実力を作るために、必要だと思うので、まあ、鑑賞用としてじゃなくてですね、自分の、勉強に生かしてほしいなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日の授業は以上です。